けだぜ Your heart 間近のに立ち尽くす消えてしまった Chase Chase お決まりの悪いシナリオさ擦り切れそうな Your dream終われないこのままじゃ変えてみせろよもうもう時間ならまだ残っている絡みつく鎖を断ち切って締め今日の晩飯だ。さあ、そろそろ夕飯の支度をするか。さあ、夕飯だ。みんな、席について。はい。お腹すいた。疲れた。おいしそう。うまそう。あ、リキア兄ちゃんだ。わー、兄ちゃん。おい、お前たち。リキア兄ちゃん、やってやろうよ。ねえねえ、遊ぼう。兄貴、どうしたんだ。何かあったのか。親父が撃たれた。今変わります。会長、お電話です。誰だ。例の計画の件でと言えば分かると。堂島です。ええ、だからその件に関しては先日お断りしたはずじゃ。ええ、そうです。この件、登場会は一切手引かせてもらいます。だから断ると言ってるんだ。たとえ100億200億積まれても
答え同じだ。それじゃ。会長。うん。今の電話、例の沖縄の一件では。本当に断っていいのでしょうか。どういう意味だ。お言葉ですが、今本家は直系白鵬会の上がりでやっていけてる状態です。もしあの沖縄の一件うちが引き受ければ、この先10年は食っていけるだけの金が本家になだれ込みます。ざっと見積もって1000億、いやそれ以上の金が。それに今あの男に恩を売っておけば、後々政界との強いパイプが。黙れ。そんなことは役も承知だ。だがあの土地は奪えねえ。四代目の剣ですか。東条会は四代目に何度も救われてきた。その人から居場所を奪うことはできねえ。おい。はい。急いで本部へ戻ってくれ。会長、会食のご予定はどうされるんですか。キャンセルだ。それより今、沖縄の土地買収を勝手に進めるような連中が出ないよう、組織を固める方が先決だ。会長。なんだ。実は先ほど会長にお客様が。誰だ。それが。何。本当です。どこからどう見てもご本人としか言いようがありません。どこに。今会長室にお通ししてあります。わかった。風間さん、あなた死んだはずじゃ。驚かせましたか。これは今のあなたにとって大切なものです。これは沖縄の土地の権利書だが、あの土地には四代目が。知ってますよ。あなたにはあの桐生一馬がいる土地を奪うことはできない。だからあなたに代わって私たちが権利書を取ってきたんです。どうしてそのことを。今我々は東条会に沖縄の土地買収の件から降りてもらうわけにはいかないんです。だが俺はあの沖縄の一件もう手を引くと決めたんだ。あなたは東条会の六代目、3万人の構成員を養うにはそんなことは言ってらんないでしょう。それでも俺が断ると言ったら。それは困りましたね。
おじき。中原は今手術してます。どうなんだ親父の容体は。くそ。咲ちゃん怖かったね。咲、お前は大丈夫だったのか。犯人は割れてんのか。いえ、お嬢と二人きりのところを襲われたんで。親父は腹に数発食らったみたいで。どこかの組の会社か。いえ、多分土地買収の絡みです。事務所から例の土地の権利書がなくなってました。何？絶対玉城組の連中に決まってる。奴ら1年前のことで俺たちを逆恨みして。いや、それがどうも違うみてで。ん？どうしたんだ、さっき。誰ですか？これは、こいつが撃ったのか？え、これって。兄貴、こいつ、兄貴が知ってる人なんすか？ああ、俺の死んだ親父、風間のおやっさんだ。今日、立つのね。ああ、そう、私もお別れを言いに来たわ。
ねえ。結局あの二人はくっつかなかったか。まあ仕方ないでしょう。佐山君には警察官としての夢がありますからね。夢ね。ガス切れか。どうぞ。ああ悪い。返さないで結構です。差し上げます。あ一家じゃタバコは吸えませんから。一家だと。私は来月付で4課から1課へ戻ります。極道相手の4課じゃ吸えても、殺人事件を扱うエリートコースの1課じゃ吸えませんからね。昇進したのか。よかったじゃないか。いやいや、そういうわけでもありませんよ。ん？今回の登場会と近江連合の構想、結局警視庁も府警も後手に回り、何もすることはできませんでした。それに加えて倉橋課長と尋問派の起こした警察内部の不祥事、警察としては大きな汚点を残す結果に。じゃあなんで一課に戻るんだ。口封じですよ。佐山君も私も今回の抗争事件に関わった人間は皆昇進、本人の希望部署に転属させることで不祥事をうやむやにするつもりなんでしょう。ああとはいえよかったじゃねえか。これでお前もまたエリートコースに戻れたわけだ。まあそうなんですけど。浮かねえ顔だな。心配なんですよ。何が。今後の神室町が。警察は今後東条会や近江連合といった組織に対して一定の距離を取る方針です。今回の警察の失態を救ったのはある意味彼らでしたからね。なるほどな。で何が心配なんだ。私はまだ極道を信じてません。もし東条会の跡目が桐生さんじゃないなら、また神室町は昔のような荒れた町に。大丈夫だ。え？あいつはちゃんと考えてるよ。やつはケツの吹き方を知ってる。神室町を去る前にやることはやってかずだ。それじゃあそろそろ行く。ええ、今日は神室町にでも行くの。ああ、和樹や優也たちに一言挨拶しないとな。それに。それに？どうしても一人話をしておかないとならない奴がいるんだ。
登場会のことね。ああ、このまま行けば大吾が登場会の六代目を継ぐ。だが大吾はまだ若い。組まとめるだけの力が足りない。登場会を支えられる人間、誰か当てはあるの？俺と同じように昔からの登場会を知っている人間が一人な。なるほどね。けど堂島大吾に彼を飼いならすだけの度量があるかしら。あいつは誰にも飼いならされるような玉じゃねえよ。真島五郎、要は彼が今の登場会に魅力を感じるか、それだけってことね。そうだな。彼のこと説得できるかしら。やるしかねえんだ。だから俺は今日どうしても真島に会う。そして奴を説得する。殴り合うような展開にならないといいわね。まあそればっかりは分からんがな。気をつけてね。ああ、お前もな。じゃあ行ってくる。バイバイ。おじさんとカムロ町を歩くのも今日が最後かもしれないんだね。そんなことはないさ。またいつでも帰ってこられる。どうした？今日は思いっきり遊びたい。おじさんと一緒に遊びたい。ん？ダメ？わかった。好きなだけ遊ぼうな。昼間から何サボってんだ、ゆうや。あ、キリュウさん。
おじさん。Hey!
おい。すんません。桐生さん、ねえ、うん、
ありがとうございます。おじさん。何？何？逃げんなよ、おい。おい。
おい、やめろ。おう。桐生さん、
そろそろカムロ町から消えるんか、キリュウちゃん。ああ、だからあんたを探していた。ああ、どういうことや。俺はな、兄さん、あんたに大吾を支えてほしいと思ってる。もう分かってるやろな。俺は強いやつが好きや。俺に命令できんのは強いやつだけや。ああ、俺を登場界に戻したかったら俺に勝ってから命令せえや。やっぱりそうきたか。さあ
始めようか、キリュウちゃん。こうやって向かい合うのも久々やな。せやけど、手加減はなしやで。ああ、行くで。ちゃんはごっついの。これでほんまにお別れやな。ああ。寂しくなるな。キリュウちゃん、ダイゴのことを頼んだ。ねえ、ただ一つ気がかりなことがある。なんだ。もし六代目がおかしな方向に進んでも俺には止めることはできへんで。どういう意味だ。ダイゴ、いや六代目はあんたと同じで人を信じやすいところがある。変な連中に利用されなきゃええんやが。大丈夫だ、大吾はそんなバカな男じゃない。そろそろ俺は行く。搭乗会のこと頼んだぞ。えらいこと引き受けてしもうたな。しゃあない、真島五郎、いっちょやってるやないか。はあ、めんどくさ。せやけど桐生ちゃんとの約束やし、
しゃあないな。おじさん、ご飯まだ？今真剣なんだ。話しかけるな。こら、ダメでしょ、太一。痛いよ、姉ちゃん。ご飯作ってる時は邪魔しちゃダメって言ったのに。ほら、晩ご飯までみんなで遊んできなさい。ダメ、みんな揃ってからってルールでしょ。はーい。うわ、カレーだ。早く食べたい。お腹すいた。集まったわね。あれ、泉は？え、泉ちゃんどこだろう。知らない。シロ、あんた今日学校から一緒に帰ってこなかった？うん、帰ってきたけど。ん？どうした、シロ、知らないのか？知らない。どこ行っちゃったんだろう。いいじゃん、先に食べちゃおうよ。そうだよ、別に大丈夫だって。おじさん、どうする？よし、探してこよう。お前たちは食べてていいぞ。はーい、いただきます。